山根さん、こんにちは。山根さんの、あの底辺 YouTuber シリーズいいですね。パート2なんですけども、あのカテゴリー気にせず何でもあげるっていうのは本当に、あの最初ね、私はね、一つのテーマでずっと押すっていうのがやっぱ王道だと思うんですよ。でもそうするとね、続かないんですよ。やっぱりすごく深掘りできるような専門性を持っている人ってあんまりいないんですよ。で、やり方としては検索しながらそこで得た情報を毎日流すみたいなことができますけどもね、うん、でもやっぱりね、このことを話したいのになっていうのを我慢しているっていう風な YouTuber も、まあ、らしくないのかなと思いますんで、私はね、あの山根さんみたいにまずは楽しむことを前提、続くのが前提だと思いますよ。その結果数字が今の山根さんの1000人に迫るチャンネル登録者数になってると思います。まあ、ですんで、テーマを決めたんで、そのテーマ以外は別のチャンネル作らない限りは喋れないってことになっちゃうと、これはね結構苦しいんで、例えばどうしてもね一つのテーマに絞りたくっても別のことが喋りたいなと思ったら、番外編ということで入れていくのはいいかなと思うんですけども、でもやっぱり人っていうのは続けていけばいくほどいろんなことに興味も出てきて、あるいはね、最初に興味を持ったことに興味を失ってっていう変化が起きますんで、だからね、一つのテーマに絞るのは結構ね、もうプロの領域になるのかなと思います。で、私もね、投資をやったり暗号通貨やったり、最近はダイエットをやったりとか、もう多岐多様にわたるわけですよ。でもタイトルの頭にどんなコーナーなのかってことを表示することとね、あと再生リストにまとめることによって、一つのチャンネルでもしっかりとね動画をたくさん作っていくことができます。はい、結論なんですけども、 YouTube を知る人の私からのねおすすめなんですけども、 YouTube をすることが苦痛にならない工夫をするってことなんですよ。まあ、ですんで、もうね、何でもかんでもあげるということですよね。動画楽しいなっていうふうに思えるような、この動画見てくれみたいなね、そんな感じでね、もう出しゃばるぐらい出しゃばった方がいいと思いますし、あの私ね、2秒ぐらいの動画上げたことがあるんですよ。あ、雪が降ってきたみたいな動画終わりみたいな感じでね。で、そういうのもいいんですよ。だからそういうふうに、こうでなければならないってものをまず撤廃することが YouTube を楽しむ秘訣の一つだと思いますけどね。でも山根さんすごいですね。喋りも上手だし、人柄もよく出てるし、で、いろんなコーナーで演出も、それから編集もね、ほんとすごいと思いますよ。山根さん、YouTube をしっかり楽しまれています。で、もちろんね、これをお金に変えたいと思えば、お金に変える方法はありますんで、広告収入以外にもね、YouTube で稼ぎたいなと思ったら、ぜひね、ダイレクトメッセージいただくか、私の速稼塾のね、また、動画の方ご覧いただければと思います。YouTube で稼ぐ方法もまだねありますんでね、続きますんでね、ご覧ください。それでは失礼します。